リッチランドはアメリカ合衆国ワシントン州ベントン郡の都市である。ワシントン州の南東部に位置し、コロンビア川とヤキマ川の合流点である。取引図と呼ばれるハンフォードサイト近郊の中規模な都市圏の一つである。取引図にはリッチランドの他にケニウィックとパスコが属している。ワシントン州財務管理局による2011年4月1日の統計によると人口は 推定49,571人である。北緯46度16分47秒、成型119度16分53秒に一致している。アメリカが州国統計局によると、総面積97.8平方キロメートルである。このうち90.2平方キロメートルが陸地であり、7.6平方キロメートルが水地である。 年間降水量はわずか19.3センチメートルである。低温砂漠気候であり、低木と草原が生育する。夏の気温が高く、稀に雷雨が発生する。冬はワシントン州東部の他の地域と比べて穏やかであり、積雪はほとんどない。2010年の国勢調査推計による人口統計データ何世紀もの間、焼き間川川口に県な村があった。現在、 村のあった場所は、コロンビアポイントと呼ばれている。インディアンのワナパム族とアラワラ族は、ヤキマ川から酒を収穫して生活していた。1805年10月17日、ルイス・クラーク体験隊の隊長ウィリアム・クラークが、ヤキマ川過去を訪れた。1904年から1905年にかけて、W.R. アモンと彼の息子ハワードは、旧、平方キロメートルを購入し、 八木間川北岸に町を作るよう提案した。1905年、郵便局がこの地を、リッチランドと命名した。州議会議員ネルソンリッチが由来である。1906年、ベントン郡の裁判所に登録された。1910年4月28日、ワシントン州第4級都市として、正式に設立された。第二次世界大戦が開戦されるまでは、小さな農業の町であった。 1943年7月から8月にかけて、コロンビア側周辺の1660平方キロメートルの土地をアメリカ陸軍が購入し、ハンフォードサイトが作られた。ホワイトブラフスの住民約300人が避難し、町が消滅した。陸軍はそれをマンハッタイ計画に従事する労働者の住居に転用した。 第二次世界大戦が終結する1943年8月までには人口が2万5000へと増加した。終戦後、リッチランドから北へ2 4トル離れた場所にあったハンフォードサイト労働者の宿営地が閉鎖された。労働者の多くは町を離れたが、その一部がリッチランドへと移住したため、リッチランドは急速な過疎化を免れた。 1947年から1949年にかけてソビエト連邦との冷戦が激化し、プルトニウムの生産能力を拡大した。ソ連による核兵器開発や実験に触発され、アメリカの核兵器開発が再び活発になった。1952年、リッチランドが建設ブームに沸き、人口が2万7000へと増加した。 多くの人はリッチランド北部にあるトレーラーに住んでいたが、時間が経つにつれてトレーラーを立ち退き、リッチランドの中心部が成長していった。この頃、リッチランドは政府の原子力共同体により、住民との接触は制限され、陸軍の承認を必要とした。すべての土地と建物は政府が所有し、住民には住宅が割り当てられ、電球、無料シャトルバス。 街路樹に至るすべてのものが政府から提供されていた。1954年、ハロルド・オーランド・モンソンがリッチランドの最初の市長に選出され、全国の軍事都市における市民の権利について政府と交渉するためにワシントン DC へと向かった。1957年、政府は土地と建物の権利を住民へと移譲した。1958年、 ワシントン州第一級都市へと昇格し、住民との接触の制限が解除された。未開発の土地の大部分は市の所有物となった。この頃から核兵器の生産拠点から他の産業へと移行し始めた。1987年、最後の生産用原子炉が閉鎖され、環境浄化技術の開発へと移行した。現在もリッチランド住民の多くは、 ハンフォードサイトの浄化に関する仕事に従事している。原子力に関連する技術の研究や生産がリッチランドの主要産業である。1965年以降パシフィックノースウェスト国立研究所のメインキャンパスである。また重力波干渉系の一つがリッチランド北部に設置されている。そのため多数のハイテク産業の専門家やコンサルタントが リッチランド技術センターの近郊に住んでいる。主な雇用主は、PNNL のバテル記念研究所、ベックテル、ワシントンリバープロテクションソリューションズ、ワシントンクロージャー、CH2M ヒルプラトーリミネエーションカンパニー、ドゥラテックフェデラルサービス、インク、エンルジスルーションズフェデラルサービス、インク、エネルギーノースウェスト、あれはロッキード・マーティン、アメリカ合衆国エネルギー以上である。 コロンビア川流域ではジャガイモなどの農産物の栽培や食品製造業が盛んである。コロンビア川下流ではワインの生産が主要産業の一つである。アメリカのブドウ栽培地域の中央に位置しており、国際的に認められた4つのアペラシオンを製造している。リッチランドを囲むコロンビアバレーでは7000ヘクタール以上、西のヤキマバレーで5000ヘクタール。 東のわらわらバレーで500ヘクタールワイン用のブドウが栽培されている。すぐ西のレッドマウンテンでは350ヘクタールしか栽培されていないが世界クラスのワインが生産されている。なお、表彰されたワシントン州産のワインのほとんどはレッドマウンテン産のカベルネソービニオンが原料となっている。バーナード グリフィンワイナリー、ブックウォルターワイナリー、タゲリスワイナリーは、リッチランドにあるワイナリーである。他にも、20のワイナリーが車で15分以内にあり、100以上のワイナリーが 96.54km 以内にある。市内には、リッチランド空港があり、近郊のパスコには、トリシティズ空港がある。また、ベンフランクリントランジットが、 リッチランドを含むトリシティのバス交通を提供している。ありがとうございます。